にちは、シャーイ、どうも、ヤマムムです。今日は、ムムさんから届いたとあるものを開封していきまーす。実は、みんなからのお手紙が届きました。ありがとう。今回ウームさんから送っていただいたこのお手紙たちはゴールデンウィーク明けにウームさんに届いていたお手紙たちなのでね、とりあえず初めてのファンレターを受け取らせていただきました。送ってくれたみんな本当に本当にありがとうございます。もうね、こんな素敵なお手紙とかをねいただくようなそんな人生になるとは思っていなかったので、もう本当にとにかく本当に嬉しいです。ありがとう。もう全部宝物です。もうこれは本当にもうお手紙とかをね保存しておくね、なんかこう宝物ボックスみたいなちょっと作っていくわん、作っていくわん。今日は雑談しながらこのねお手紙とか開封していこうと思います。イエイ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 。まずこちらちょっとね中身まだ見てないから見させていただきます。はい、どーん。かわいい。嬉しい。見て令和 T シャツ。やば、令和 T シャツ欲しかったんよ。昨日実はね家族旅行に行っとってね、サービスエリアで令和 T シャツ売っててめっちゃ欲しかったんやけどね、ちょっとお値段高かったんよ、断念したんやけど、ありがとう。令和 T シャツありがとう。かわいい。しかもこれやん、令和でありますのシーンやん。かわいい。本当に本当にありがとう。こんなかわいい T シャツを私のために送ってくれてありがとう。はーい、令和 T シャツ、かわいい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 。あーもう嬉しいよ。お手紙もありがとう。喜びをかみしめておる。嬉しい、ただただ嬉しい、それだけでございます。はがきで送ってくれた、ありがとう。もうありがとう。絵も描いてくれてるし本当に嬉しい、ありがとう。お手紙見て、嬉しい。 YouTube さんで初めてのワンレターです。初を山本ちゃんにあげる、嬉しい。本当にありがとう。わあ、ちょっとね、またね、後でゆっくり読む。嬉しい、嬉しい、嬉しい。ちょっとどうしよう。嬉しさが渋滞しすぎて、私ほんまどうしたらいいか分からへん。ていうかさ、みんなさ、こうなんか何この可愛い封筒とかさ。もう可愛いよ。可愛い、可愛い。ありがとう。はーい。みんなこんなさ、長い文章を書いてくれて、ちょっと待って、ほんまにね、後でゆっくり読むんや、読むんや。こんな長文で書いてくれるとは思ってなさすぎて、もう嬉しいよ。ありがとう。分厚い、分厚いよ。こんなに、1,2,3,4,5、5枚も書いてくれてる。ありがとう。やばい、嬉しすぎる。かわいい、このゆるい感じ、かわいすぎる。こんなマステあんねや。マステ、私昔めっちゃ集めてたんやけどさ、マスキングテープ。もう最近全然集めてないわっていう、何の話みたいな、いきなりね。ね、かわいすぎ。もう絵がかわいいし、この何、筆ペンで書いてんの。もうセンスがすごい。もうかわいいよ、ありがとう。こんなにお手紙を見るのが楽しいだなんて。スヌーピーだ、かわいい。こんなに私のためにさ書いてくれてありがとうね。わざわざこの書いてくれるっていうのが本当に嬉しい。もうやばい、やばい、嬉しい、かわいすぎる。何これ、ほんまにかわいい、素敵、ありがとう。わあ、待って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 、見て、めっちゃかわいい。裏面に両面テープ貼るとステッカーになるので、よかったら使ってみてください。やって、作ってくれてありがとう。何これ、かわいすぎ。いや、センスの塊やん、びっくりするわ。センスの塊やん、センスの塊やん、おしゃんすぎやん。ありがとう、かわいすぎる。もう使うのもったいなすぎ。でも使おう。
ねえ、かわいい。かわいい。このね、くすみ。くすみグリーンなんかなこれ。の色味、私めっちゃ好き。めっちゃ好きです、この色味。ちょっと待って、今気づいたんやけど、力尽きたって書いてある。かわいすぎかん。かわいすぎやん。もうありがとう。嬉しい。もう全部嬉しい。で、便箋めっちゃ可愛いねんけど、便箋じゃないな、封筒やな。封筒めっちゃ可愛いねんけど、あーあーあーありがとう。どれも可愛すぎやん。やば。ちょっと、もう全部、ちょっと楽しみすぎる、これ、中身見んの。待って待って待って。はぁ、ピアスだ。これからの季節にぴったりな夏っぽい、なんやろこれ、貝殻っぽい感じのデザインなのかな。あー、かわいい。ありがとう。見て、かわいい、かわいい、ありがとう。もう嬉しすぎる。ちょっと本当にありがとう。やばい。可愛すぎ、この便箋も。ありがとうございます、本当に。なんかね、こうほっこりするよね。なんかみんなの温かみを分けていただいてる感じで、もう本当に胸が熱くなっております。本当に本当にありがとう。あー、こんなにたくさん書いてくれて、あー、イラストもありがとう、書いてくれて。もう一つ一つのお手紙が本当宝物や。ありがとう。なんて嬉しいんやろうか、ほんまさ。みんなさ、なんか喜ばせる天才じゃない？私のこと喜ばせる天才じゃないって思う、マジでみんな。あー、かわいい。みんなのプリクラとかさ、貼ってくれるとね、あ、こんな子が応援してくれてるんやっていうのね、分かって嬉しいから、よかったら貼って。よかったら、よかったら貼って。ありがとう。このマスキングテープ貼ってる感じ、かわいいな。ありがとう。嬉しい、嬉しいよ。まあ、ありがとう。むちゃずくおめでとうございます。もう本当にありがとう。頑張ってねとか言ってくれるとね、なんかもう頑張るぞーっていう気持ちになれるから、本当にね、みんなのおかげで動画編集とか動画撮影とかね、頑張れてます。本当にありがとう。もうありがとう。あー、ありがとう。初めて書くって書いてくれてるのも嬉しい。本当にありがとう。もうやばい。生まれて初めてを私にくれるなんて、ありがとう。もうただただありがとうしかない。もうマジで今日なんかありがとうって言ってんねんっていうぐらいありがとうしかない。本当にありがとう。みんな残りね、こちらの2つとなりましたが、私は幸せに満ち溢れております。ありがとう、ありがとう、ありがとう。すごい綺麗な瓶、綺麗な封筒、ありがとう。本当にシール、ありがとう。私さ、シールとかそういうのほんまに大好きでさ、レターセットとかシールとかマスキングテープとか集めるのほんまに好きでさ、こんな可愛いシールをありがとう。可愛すぎ。いや、ドツボやないかい。私のマジでドツボやないかい。嬉しい、ありがとうね。本当に、わあ、お手紙も、あー。いやー、もう嬉しい、嬉しい。たくさんのお手紙とプレゼントも本当に本当にありがとうございます。もう嬉しすぎる、ただただ嬉しい。いや、もう本当にね、こうやってお手紙とかいただくっていうことがないからね、もう嬉しすぎて思わず動画にしてしまいました。本当にね、送ってくださった皆さんありがとうございます。そしていつも見てくださっている皆さんありがとうございます。今後もね、山桃のことを応援してよかったって思ってもらえるような人になっていきたいと思います。皆さんの応援があるから、いつも私は頑張れているのです。本当にありがとう。嬉しすぎる、ありがとう。これからも毎日一緒に楽しんでいきましょう。ちょ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 、今日も見ていただきありがとうございました。山桃の喜びは伝わったよって方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。SNS もやっておりますので、ぜひぜひチェックよろしくね。こっちかな、こっちかな、どっちだろうか。こっち、こっち。それじゃあみんな、また明日。
ありがとう、みんな